皆さんこんにちは。忠臣蔵外伝四谷怪談などで大活躍した女優である高岡早紀さん。今回は高岡早紀が濡れ場撮影中に絶頂の真相と不倫相手の正体について紹介します。まずは高岡早紀の履歴とプロフィールから紹介します。高岡早紀は日本の女優、歌手、13歳だった1986年、本名の高岡早紀子名義で雑誌セブンティーンのモデルとして芸能活動を開始。1988年4月、マドラスのテレビ CM で俳優岡田真澄と共演。同期デビューの歌手はウィンク、田中律子、西田ひかるら。女優の高岡早紀さんは魔性の女として名高く、過去には布袋寅泰さんとの W 不倫で離婚に至ったこともあります。1996年、連続ドラマ「ひと夏のプロポーズ」で共演し、恋人役を演じた高岡早紀さんと保坂直樹さんはすぐに交際に発展。交際期間みこぜでのスピード婚を発表しました。恋人役を演じたその延長上で疑似恋愛のような状態のまま結婚したと保坂さんは後に語っています。2人が開いた結婚会見では15分の会見のうち12分は見つめ合っていたと言われるほど、結婚当初はラブラブ状態でした。40代半ばを迎え高岡さんはさらに色気が増していますが、若い頃から男性を虜にするような魔性の女っぷりを発揮してきました。結婚した後もたびたび男性との噂が上がっていて、2人の子供を出産し母となった後でも女性としての部分が大きかったそうです。あれほど情熱的に愛し合っていた2人ですが、結婚から約8年で離婚を迎えました。その引き金となったのは高岡さんとロックミュージシャン布袋寅泰さんとの W 不倫スクープでした。布袋寅泰は1981年にボーイのギタリストとしてデビュー。ボーイは7年の活動の末1988年に解散を発表し、その後はソロ活動を始めます。ボーイが解散した年の12月には吉川晃司さんとコンプレックスを結成し、デビューシングル Be My Baby を発表しました。しかし吉川晃司さんとの音楽性における対立から、結成から約2年後の東京ドームでのコンサートを最後に無期限の活動休止となりました。これ以降はソロ活動に専念し、音楽プロデューサーとして今井美樹さん、相川七瀬さん、時を藤井フミヤさんなど数多くのアーティストに楽曲を提供しています。また映画楽曲なども手掛けるようになり、その名は世界からも注目されるようになります。布袋さんが手掛けた新仁義なき戦いのテーマが2003年キルビルのメインテーマとして使われ、また欧州サッカー連盟の入場テーマにも使用されます。この曲と布袋寅泰という名前が世界で一躍有名になりました。プライベートでは1986年に歌手の山下久子さんと結婚しますが、1997年に離婚。その後1999年に女優で歌手の今井美樹さんと再婚し、一人のお子さんを設けています。2004年6月18日に発売されたフライデーに衝撃的なスクープが載りました。それは女優高岡早紀さんとロックミュージシャン布袋寅泰さんとの濃密な W 不倫現場の様子です。高岡さんは1996年に俳優の保坂直樹さんと結婚。布袋寅泰さんも1999年に歌手の今井美樹さんと結婚していて、有名人同士の夫婦による W 不倫スクープは世間を騒がせました。フライデーの記事によれば、イタリアンレストランからバーへはしごし、さらに3軒目に訪れたバーで2人の過激ともいえる不倫密会がキャッチされました。3軒目に入った六本木のバーでは、高岡さんも布袋さんもすでにベロベロに酔っていたそう。暗い照明の店内の片隅で2人はキスをして体を寄せ合い愛撫し合っていました。そして店内にラテン系の音楽が流れると、高岡さんは布袋さんを誘うようにステージへ、高岡さんの方へ布袋さんも体を寄せると、2人は人目もはばからず踊り出したといいます。不倫であるにもかかわらず、大した変装をしているわけでもなく、堂々と互いを求め合う高岡さんと布袋さんの濃密な不倫デートは世間に衝撃を与えました。今でこそ大物政治家や芸能人の不倫が頻繁になり蔓延化していますが、当時はまだ不倫は大事件として捉えられていた世の中でしたか？
余計にショッキングな出来事となりました。このスクープの翌日、布袋さんはマスコミに向けて高岡さんとの不倫に関して日遊びが過ぎたとコメントを発表しました。さらにフライデーに写真を撮られた夜、家に帰って妻である今井美樹さんに不倫の事実を話すと、今井さんは笑って許してくれたことを明かしました。スクープが出た当日、保坂さんは仕事でマレーシアにいたそうで、翌日帰国する予定だった保坂さんのもとに高岡さんから一本の電話が入ります。なおちゃん、帰りの飛行機帰られない、空港と家が大変なことになっているのと言われたそうです。電話の後ろがバタバタとしていたため、何かやったなとすぐに分かったと言います。そして日本に帰国すると案の定、家も空港もマスコミだらけ。この不倫騒動前から移り気な性格だった高岡さんに対し、保坂さんは遅かれ早かれ離婚は免れないと思っていたそうですが、この騒動を知りついにやったかと内心思ったそうです。スクープが出てから12日という異例の早さで保坂さんは会見を開き、高岡さんとの離婚を発表しました。会見では、離婚に至った理由や高岡さんを責めるような内容は一切話されませんでした。離婚届が提出されたこと、保坂さんが親権を持つことなどを淡々と語りました。また、布袋寅泰さんが騒動後に発表したコメントに言及し、うちの結婚していた女をいてこましといて、火遊びは許せないけじめをつけたいと、一発触発の事態に思われました。保坂さんの行った離婚会見では、離婚の詳しい理由などについては一切語られませんでした。世間は誰もが妻の不貞を許せず離婚に至ったと考えましたが、実はこのスクープの前から高岡さんと保坂さんの夫婦関係は破綻していたそうです。サインした離婚届を高岡さんに渡した保坂さんですが、騒動後仕事で海外に行っている間に勝手に高岡さんが提出したため、離婚がいつ成立したのか詳しい日にちを把握していないそうです。後に保坂さんが出演した番組で、高岡さんは子供を産んだ後も母親というよりは女性としての部分が強かったと語っています。そのため男性との噂は絶えない方でしたし、保坂さんが仕事の現場で高岡さんの元彼に遭遇するなんていう事態もあったそう。そんな時でも高岡さんはそしらなぬ顔で保坂さんの仕事場を訪れていたと言いますから、その魔性ぶりは相当だったと言えます。次第に高岡さんの方から離婚したいと言い出すようになり、ある時保坂さんは子供はどうするのかと尋ねると、親権は奈緒ちゃんにあげると高岡さんはさらっと言ってのけました。この発言を聞いて、保坂さんは遅かれ早かれ離婚は免れないと思っていた中での不倫騒動だったため、驚きよりも落胆の方が大きかったといいます。離婚を発表した会見で離婚の理由について語らなかったのは、どんな母親であれ子供たちにとっては唯一無二の存在だと考え、子供たちのために高岡さんへの非難を避けたそうです。布袋さんの火遊び発言にか見ついたのは苦肉の策だったというわけです。しかし保坂さんのけじめ発言で、布袋さんはボディガードを雇ったり家から出られなくなったと週刊誌が報じたことに対し、保坂さんは申し訳ないことをしたと語りました。夫婦というよりはビジネスパートナーのような関係になっていたため、この不倫騒動が原因で家庭が壊れたわけではなかったというわけです。むしろ保坂さんは布袋さんに対して、先に巻き込まれて大変そうだなと同情していたと言いますから、夫婦関係が完全に破綻していたことは間違いないでしょう。保坂さんと離婚後も数々の男性と浮き名を流してきた高岡さん、彼女には結婚は不向きであることはおそらくご本人も含めて周知の事実と言えるでしょう。いつまでも女性であり続けるという意識が高く、40代半ばを迎えた今はより一層大人の色気が増し、今もなお多くの男性を虜にしています。その魔性の女っぷりで巻き起こした不倫騒動が引き金となり離婚に至りましたが、それに関しても高岡さん自身はそれほど答えているものでもないでしょう。業界屈指のモテ女は今も健在のようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。